久保さん、おはようございます。リターンズ。最初の一発目、気合入ってますね。気 <laughs> 合入ってるじゃないですか。今回重大発表があります。重大発表が。重大発表がありますよ。重大発表が。これね、昨日僕、あの、見た動画なんですけど、手越さんっていうね、あの、記者会見1000万回回した手越し、ゆてい、みたいな。 重大発表がありますっていう動画がアップロードされてたのかな見たんですよ。な、何を重大発表するのかなみたいな。な久保さん何だったと思います ?1000 万回くらい回して、チャンネル登録者数今、何番だ。チャンネル登録者数が今、170万人。はい。重大発表、まるしますと。決断っていうね、カスタムサムネイル決断ですよ。 カスタムパムで決断、重大発表、〇〇します。何すかね。見たんですけど、まあ、一言で言うと、酒を飲むのやめますと。<laughs> 酒を飲むのやめますという重大発表ですね。まあ、普通の人だったら、なんだよ、それと。酒を飲むのやめる ?1 ヶ月やめるまあ、そのや,やめる理由が、なんか 5, 5月ぐらいに、 なんかそのコンサートというかなんかそういう歌の活動をするなんか大きいイベントをする上で最高のパフォーマンスを出す上でお酒を全部1ヶ月抜いて筋トレとか全部してっていうでお酒飲むと筋トレしたのがちょっと半減するのかなだからまあやめますみたいなまあ普通の人だったら多分ねあのー、なんやねんその10代発表って思うと思うんですけど まあ僕はその手越さんがなんでその芸能界っていう荒波でねあの成功できてるのか、まあ、YouTube にあのジャニーズ辞めてね一人でこう今やってて、まあ、うまくビジネス回してるのか、まあ、それはまあこれに尽きるかなと思いますね、まあ、多くの人は歌が上手いからでしょうとかかっこいいからでしょうとかジャニーズいたからでしょうとか まあ多分そういう風に言うでしょうね。おそらく。でも考えてほしいんですけど、ジャニーズにいる人って、いっぱいいると思うんですよ。まあもちろん僕たちが見てる人たちっていうのは、売れた人たちを見てるかもしれないですけど、売れない人もいるんですよ。例えば吉本もそうですけど、売れない芸人さんいっぱい所属してますよ。ジャニーズも一緒でしょ。どこの事務所に入ったとしても、 売れない人はいます。結果が出る人と結果が出ない人がいます。手越さんよりかっこいい人もいるでしょう。手越さんより歌が上手い人いるでしょう。だけどなんで手越さんがうまくいったのかっていう、それはもうこの重大発表の動画に詰まってたんじゃないかなと僕は思いますね。まあ何かっていうと、手越さんも言ってましたけど、その言うことによってやらないといけない状況を作って、で、 みんなに発表することによって、その、なんだ、自分を今占めるというかね。それで僕は前に進むタイプなんです、みたいなことを言ってたんですよね。で、しかもその重大発表をコンテンツにしてるっていうね。うん。あこれがね、まあ、あのー、成功する実はヒント、秘訣なんですよね。もう多くの人って自分にやっぱ甘えるじゃないですか。僕もそうです。吉谷拓郎っていう人間は、 あの怠け者です夏休みの宿題はあの、毎回最後、6年間、多分あの最後の方にやってた人間です。なんかその、なんだ、海の日から夏休みかな。じゃあそこからね、なんか夏休みの宿題一気に終わらして遊ぶんだっていうタイプじゃなくて、計画通りもやらないし、とにかく遊ぶ。わーい、夏休みだっつってね。で、最後の最後、やべえみたいな。どうする自由研究とかね。 まあそんんななタイプなんですよだ僕が僕自身を知っています。なので、僕、そんな怠け者が人と違う結果を出すためには言うしかないぞですよ、先に。